ベニコジ原料を使ったサプリメントをめぐり健康被害が相次いでいる小林製薬は経営責任を明確化するため創業家出身の社長と会長が辞任すると発表しました小林昭弘社長の辞任は来月8日付で後任には山根聡専務が就任任しし、まます。また、小林一政会会長長は、今日付で会長を辞任し特別顧問に就任します。 小林社長は辞任後、取締役としして健康被害の保障を担当します。一方、きょう公表された検証委員会による調査報告書で、紅麹を培養するタンクの蓋に、青カビが付着していたことを現場の担当者が認識していたものの、実態を把握する積極的な対応が取られなかったことが分かりました。 また医師からサプリを使った患者が腎障害を起こしたとの報告があったにもかかわらず別の医師からの問い合わせに今のところ副作用の報告はないと答えていたことも明らかになりました。